どうも、キスケです。今回は変身アルティメットご飯を使っていこうと思います。まあこいつね、結構面白い能力がいっぱいあって、攻撃を受けると味方の孫一族根血の攻撃力を上げてくれたりとか、あとは敵が後退すると打撃アーツを封印してくれたりとか、まあ、結構ねその面白い能力あるんですよね。しかもまあパンちゃんがGT の方ね、 GT のパンちゃんが採用されてるんで、まあ、しっかり全開アビリティも乗ってると、結構面白いんじゃないかなということで、使っていきます。行くで。 OK、 必殺アースでよかったか。はい、素晴らしいですね。スーパーヒーローのアルティメットご飯はいつ登場するんでしょうか。強すぎ。なんでキャラチェンしなかったんだろう。 OK、 打撃圧封印がマジでいい味出してそうなんだよな。パンちゃん通常で返してメインアビリティ封じたいな。びっくりマーク、ダメみたいですね。中距離打撃上等マン、オッケー、ダウン、オッケー。じゃあ必殺アーツで。この必殺アーツもね、待機カウント10カウントプラスっていうかなり強い能力ついてるんで、強っ、めっちゃ火力出るやん。あ、最悪、耐久はなし。オッケー、パンチ。うわマジか、うまいな。まあこれはパンちゃんで受けりゃいいや。変身アルティメットご飯意外と火力出んな。パンちゃんのおかげっていうのもあるとは思うんですけど、まあそれにしても出るよね、しっかり。悪くないというか、お、入る。 OK、 あざした。さあ、ということで、マッチングしました。対戦やっていきましょう。まさかの未来ご飯、泥足2段階上げた、トランクスで殴りたいよっていう感じかな。対戦お願いします。かなり火力出してくれてるんで、ちょっと予想外っすよね、僕。最速。出してこない。意外と硬いっていう。OK。まあここは外すわ。ああダメか。まあバニシングないのに外すなっちゅう話っすよね。お、相手めちゃくちゃ外してくれやんけ。めんどくせえ。なんやこいつ。なんやこいつ。マジで。意味不明なんやけど。バグかもしかして。オッケー。外します。オッケー。まあメインで見よう。タックル。ドラゴンボールもついでに集めちゃう。キック、いい火力だな。通常で返そう。これキャラチェンしてこなさそうなんだよな、やっぱり。やっぱりなんでかは知らんけど、キャラチェンしてこないタイプだ。まあライジングでいいや。やっぱ変身アルティメットご飯かっけえよな。かっこよくない？この地味に光ってる感じは俺結構好きなんやな。よし、この必殺アースもかっこいいよな。ただなんか流行ってたのか流行ってないのかわからんレベルのキャラクターでしたよね、マジで。思いません？危なっ。なんか結構まあぼちぼち環境では見たけど、はい、知らん間に消えてたみたいな、なんかそんなキャラクターなんだよな。全部噛み合っていくわ。全部噛み合ってる、全噛み合いゲー。気力奪って、しかも待機カウントも短縮していく。 OK、 あーマジめんどくせえ。
めんどくせえって俺が読めてないだけなんやけど。それを人にせいにするこの感じね。ぶん殴れ。オーラー。対戦ありがとうございました。さあマッチングしました。スーパーヒーローパーティーということで対戦やっていきましょう。お願いします。いやアルハン結構火力出してくれんの、俺個人的にはプラス、意外と強いっていう。はい、あざす。うえ、感謝感謝。はい、まあ、これは必殺アーツでドラゴンボール集めよう。特殊アーツ消えたんちょっと痛いけどな。ダーン、悪くないよなマジで。通常で返して中距離で突っ込んできそう。ああ怖っ。怖い怖い。はい、いいいい。 OK、 ドラゴンボール集めます。キック、いいキック。はい、変身しますよ。いやーちょっと遅れた、最悪。通常で返して、いやーこれタックルしてく、あータックルされてもちょっと困っちゃうなこれは。タックルされても困っちゃう。よくわかんねえなその立ち回り。はい、 OK、 これでライジングかな。パンチャンライジング、体力満タンのパンチャン出してくれんのマジ感謝やねんけど、マジ感謝。OK、 これがクイックアタックが実装される前の腹パンです。さあ残り2体いい感じに倒したん、マジでかいな。あざす、吸収。結構クイックアタックしてくんね。お前は反応できひんのかい。お前は反応できへんのかい。まあ打撃キャン振ってってもいいかもね。まあ手札にないけど打つわ。はい、あアイテム打っていく。よし。クソウザ侍。OK。ただ泥足ないから。え、何やそれ。あざした。さあ、マッチングしました。ということで、混血サイヤ人パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。なんか、このアルハン使いこなしてる人、うまいイメージなかった。俺めっちゃあんねんけど。通常。危な。これ間に合わんの、マジで納得いかんわ。あー最悪。これはもったいない。165カウントまで泥足2段階なんで、クソウザ侍と。あざーす。手札空き、メイン使う前でよかったわマジで。はい、いやなんか突っ込んできそう。さすがにないか。まあ打撃キャンに打撃圧合わせていこう。うまいね。え？どういうこと？オーケー。はい、ドラゴンボール回収。これ2個いっぺんに集まんのマジ強すぎやろ。強え、火力やば。ダメみたいですね。 OK、 これは通常で仕留めて、このままちょっと居座って合わせてしっかり待機カウント回していこう。あーこれ良くないぞ、良くない。次特殊カボチェン向こうつくんで、まあ、ちょっと無謀に出せないですよね。はい、アルティメットご飯です。くぅ、火力高え。通常で返してメインで見ようか。あ、まだ変身してなかったの。嘘だろ、マジかよ。
びっくり仰天なんですけど。だる。はい。オッケー。これはラッキーすぎんな。オッケー。欲張っていきます。はい。いいね。悪くないよ。待機カウント10カウントプラスだ。おわ、いい火力。悪くないぞマジで。せっかく特殊圧引っ張ったのに特殊圧破棄されるとかやったわ。オッケー。マジ火力いい感じやね。はい、ダーン。そう、これ必殺圧当てたことによって待機カウント10カウントプラスされてるんですよ。やばくない？だから控えに戻せなかったっていう。なかなかいい味出してるよな。まあこれは読んでも読まなくてもどっちにしろ勝ちだったと思うんで関係ないね。興味ないね。はい、 OK。 まあこれで勝ちっすね。あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。ということでアルティメットご飯使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、結構ね、僕が思ってるより火力出してくれたんで、まあ、これが全開覚醒のパワーなのかみたいな感じに思いましたね。でやっぱ必殺アーツの10カウント延長、これがねかなり刺さった試合があったんで、まあ、個人的には満足でしたね。ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。